フアン・カルロス・デ・ボルボンは、スペインの王族。カルリスタの王位請求者、スペイン王・フアン三世であり、1883年以後は、フランスのレジティミストの認めるフランス王じゃん三世であった。スペイン王子であった、モリナ・ハック・カルロスと、ポルトガル王女、マリア・フランシスカの次男として、アラン・フェス宮殿で生まれた。父は、このないフェルナンド七世の王位継承予定者となっていた。 しかし、フェルナンド七世は四度目の人の間に設けた王女、イサベルを後継者にすべく、ブルボン家が採用してきたサリカ法典を廃して、女子への王位継承の道を開いた。邪魔になった、モリナ博一家は1833年に、ポルトガルへ追放された。同年9月にフェルナンド七世が死去すると、父カルロスは、カルロス五世を称して、スペイン王位を請求した。しかし、 スペインでは、王母で摂政のマリア・クリスティーナが実権を掌握しており、翌1834年にカルロスは、一家で、イギリスへ向かった。フアンは、第一次カルリスタ戦争の間イギリスで暮らした。1837年1月15日、女王イザベル派が多くを占めるコルテスは、モリナ博とその子孫を、多い継承順位から除くことを決めた。カルリスが、 コルテスで多数を占めると、この法律は廃止された。1847年2月、フアンは、マリア・ベアトリーチェ・ダズブルゴイコール・エステと結婚、に難を設けた。フアンとベアトリーチェは最初モデナで暮らしたが、1848年革命の、ダメ亡命を余儀なくされた。オーストリアで暮らした後、ロンドンへ移住した。自身と妻の一族が共に保守主義と厚い、 カトリック信仰を保持していたにもかかわらず、フアン自身は自由主義を信抱していた。フアンは妻と別居し、二人の息子たちはモデナでベアトリーチェに育てられた。1860年にカルリスタ王い請求者であった兄のモンテモリン博、カルロス・ルイスがカルリスタ放棄を起こしたが、フアンは何の行動も起こさなかった。4月21日、カルロス・ルイスは イサベル二世異軍に捕らえられ、スペインを位い継承放棄を表明させられた。6月2日、フアンは、スペイン王フアン三世としての宣誓書を発行した。同時に、彼は、父、カルロス・マリアの持っていた称号で、サンティアゴ騎士団に由来する、モンティソン博の称号を使い始めた。フアンの即位宣言には、光と時代の進化という一説が用いられ、これが原因で、 多くのカルリスタ支持者の拒否反応を招き、彼らの支持を失った。フアンは一度スペインを退去され、解放された兄、カルロス・ルイスは弟を廃位させた。6月15日、彼は意に反して廃位宣言に署名させられたと主張し、兄がスペイン王位い請求者となるのを受け入れられないとした。翌1861年にカルロス・ルイスが不慮の死を遂げるまで、 カルリスタの多い請求者は二人いたことになる。1860年代初め、イソベル二世政権の人気が衰えの一途をたどったが、フアンの自由主義的立場では、カルリスタの王として名乗りを上げるには不適当であった。1866年、18歳の長男カルロスに大位を迫られたが、フアンはそうしなかった。しかし1868年10月、フアンは、 パリで自身の退位宣言に署名した。宣言後の彼は第三次カルリスタ戦争でスペイン王位を獲得しようとする長男、カルロスの積極的な支援者となった。退位後、フアンはほとんどイギリスのブライトン近郊で暮らした。彼はモンタギューという偽名を使って生活し、イギリス人女性と同居して一難数目を得ていた。1883年8月24日、 フランス王位を請求していたシャンボール博アンリ・ダルトワが死去した。シャンボール博未亡人マリー・テレーズ・ド・モデーヌと少数派である政党王党派はフランス王類14世の男系子孫の年長者としてアンリの登園にあたるフ安ンを後継者に選んだ。彼らはフ安ンをフランスとナバラの王ジャン三世とした。フ安ンは宣言書を発行してその中でこう述べた。しかし、 この宣誓書の他に、ファンがフランスを位請級に積極的に動いたことはなかった。1887年、ファンはブライトンの自宅で死去した。葬儀は二人の息子が出席して行われた。棺はトリエステへ運ばれ、トリエステ大聖堂内のサンカルロボローメを礼拝堂に埋葬された。ありがとうございます。